5月18日金曜日の朝5時25分のホームポイントはやや強めのオフショアで、うねりが見えなくもないという程度でほぼフラットですね。ポイントの右もオフショアで、今日も湖のようにフラットですね。気温はちょうど20度ぐらいありますね。オフショアが結構強めですけど、肌寒いって感じではないですね。